基本的に売りです。みんなが努力して作ってきたものです。今になってお金が儲かるからといってそれを勝手に網をかけるような真似は一切許しません。今までシステム開発をしてきた、メンテナンスをしてきた、そんな全員の人たちをみんな踏みにじるような真似をこれ以上許すわけにはいかない。インターネットは自由だ。誰のものでもない。それを制限する権利は塩谷にはない。議員のみんな、目を覚ませ。アクター反対、インターネットは自由だ。ありがとうございました。TPP も非常に危険ですが、このアクタというのも危険で、先月成立した、この違法ダウンロードの刑罰化、これというものが、実際にその今までは罰則のなかったものに対する、刑罰化というものを確定させ、その、内容もですね、2年以下の懲役または200万以下の罰金という、これ極めて重いですよ。これ重いものです。これを基準として、10月から施行することになったわけですけども、これをですね、今後著作権関連のさまざまな違法行為に対して、対する基準となると思うわけですけども、一番の問題はですね、僕たちが一般にこう生活してインターネットなんかを使っていると、実はおのずと、気がつかずにですね、この申告罪、申告罪という行為を、ね、犯していることが非常に多いわけです。例えば、ブログをやっています、僕が、それで新聞の記事の、非常に面白いニュースがあった、これを自分のブログに転載した、これは実は申告罪です。あまり訴えられることはありませんけども、新聞社が、これは侵害だと訴えることができれば問題になります、されれば、なので、このそういった申告罪がアクタによって非申告罪化してしまう、これは理論的に非常に可能で、小野寺秀夫さんとか、そういったこの著作権問題に、お詳しい弁護士の方がはっきり認めてますけども、これは申告罪を非申告罪化する、という解釈が可能であると、これは政府も認めていて、だけど政府はそんなことはやらないと言っているに過ぎない。ところが理論的にそれが可能であるということは、政権が変わり、これは国際条約ですから、海外からの圧力とかいろんなことが考えられるわけです。つまりこれはその気になればいつでも、最悪の事態で、最悪の状態で悪用することができてしまう、なので僕はこれは絶対そういったことは理論的に絶対的に不可能でなければならない、理論的に可能であることがおかしいというふうに思っていますので、その点を非常に問題視して、反対しています。今と、特に、みんなに、皆さんに知っていただきたいのは、その申告罪の非申告罪化であることと、もうすでにこれ参議院の、本会議を通過してますので、もう今週来週に衆議院、を通過してしまうという可能性があります。それ自体が非常に問題です。当たり前ですけども、これをなんとか、阻止するため、にですね、こうやって、急遽、今日ここに集まっています。なので明日もやりますので、一人でも多くの方に、この官邸前に来ていただいて、メッセージを持っていただいて、持ってきていただいて、その主張ですね、トラメガを、増しますので、ぜひ自分の声でですね、反対の声を上げてほしいなというふうに思います。もう時間がありませんので、よろしくお願いします。